こんにちは、彦右衛門です。すっかりお家を気に入ってくれました。多分気に入ってくれるだろうと思ってました。というのも、今まで見てる限りでは狭くて暗くてソイルを掘るのが好きだから、もうこれはもうバッチリのお家ですね。ただ最近ずっとお家にこもりっきりでなかなか出てきてくれないんで、こうやって息をするところをつい撮ってしまいました。まあ、ガジェットガエルは普段本当に動かない生物です。普段はじっと水の中でじっとしてて、まあ、5分に1回ぐらいかな、こうやって顔を出します。こっちを向いて息してくれたら嬉しいんですけど、なかなかこっちを向いてくれません。まあ、それにしてもこのお家はジャストサイズですね。彼の形状にぴったりですよ。ほら、彼が大きくなった時に収まるかどうかは心配ですけど、まあそれはその時に考えましょう。彼って言ってますけど、未だにオスかメスかよくわからないんですよね。一回泣かせてみたら泣いたんでオスかなって思うんですけど、抱きだこがないんでメスかもしれません。まあそのうちわかるでしょう。このお家の難点は餌をあげにくいことですね。いつも餌をあげるときは光ベルツの上からポトンって落とすんですよ。そしたら食いついてくれるんで、このお家だとその作戦が使えないので餌をあげにくいです。から見るとコミカルですね。笑わせようとしているとしか思えないな。お家に戻りました。なんかどっかのウェブサイトでバジェットガエルはバックできないとか書いてた人がいたけど、全然バックできますね。そこまでバカじゃないです。だからよっぽど水深を深くしない限りは溺れ死ぬことはないと思いますよ。ちゃんと浅いところを作ってあげれば大丈夫ですね。僕はこれがアクアリウム初めてなんですけど、とてもいいですね。癒されますね。ジェットガエルも癒されるし、アクアリウムも癒されるし、アクアリウムはメンタルヘルスにいいっていうけど、本当にそうだと思いますよ。癒されるっていうか、救われますね。最近照明の時間を12時間から10時間にしました。ですから昼の12時から夜の10時までですね。まあ、あんまり夜遅くまで電気つけてると負担になるかなと思って、まあ僕結構夜更かししちゃうんですけどね。だから
部屋の明かりとかはついてるんですけど、まあでもこのお家ができたから彼はいつでも日陰に入れるんで、まあそこまでライトが負担になることはないでしょう。僕がバジェットガエルを買ったのは、最初は YouTube でバジェットガエルとかの動画ばっかり見てたんですけど、全部見尽くして見足りないなと思って、でもこれは買うしかないなと思って買いました。買ってよかったですね。毎日ライブ動画が見れるわけですから、同じような人がここにたどり着くかもしれませんね。ってことのないバジェットガエルの動画をだらだら適当に撮っていこうかなと。聞くところによるとバジェットガエルは人慣れするらしいんですよ。だからこまめにスキンシップというか触った方がいいのかな。でもアクアリウムにしてると触りづらいんですよね。ちょっと気軽に、やっぱり素手を水の中に入れるっていうのはリスクなんですよね。何の雑菌が水の中に入っちゃうか分かんないから、ちゃんと手を洗ってから方がいいですね。もうすぐ1週間出張で留守にするんでちょっと心配ですけど、まあでも初めてじゃないんで、前正月帰省した時はとても心配しましたけど、今度は大丈夫です。自動給水器もつけたし、ただ留守にする前はしっかり餌を食べてほしいですね。入れてから全体的に綺麗になった気がします。まあただバジェットガエルがおとなしいだけかもしれませんけど、バジェットガエルが暴れると一気に水槽が汚れるんで、いろいろ巻き上げますからね。ツイッターでバジェットガエルの動画を探してたんですけど、その中に一つ衝撃的な動画があって、なんとですね、カメの子供を餌にあげてるんですよね、バジェットガエルに。いや、まあそれがかわいそうだとかどうこうじゃなくて、食べれるんだなと思って、消化できるんだなと思ってびっくりしました。やってみようかな。カメとバジェットガエルって、どうなんだろうね。一緒の水槽で飼えるのかな。お家が気に入ったバジェットガエルでした。ありがとうございました。